ハロー YouTube、 速稼塾の久保でございます。皆さんはですね、情報がコロ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 変わったらどういう風な気持ちになります？信頼を失う人いると思うんですよ。いや、むしろね、情報が変わるからこそ信頼できるっていう人もいると思うんですよ。どっちが多数派かっていうと、もうこれはね、論ずるまでもなく、情報がコロ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 変わると信頼を失う人の方が多数派です。だから生き残る人って少ないんですよ。ね、なんて言いますかね、情報ってね、変化して当たり前なんですよ。約束って、契約って変化して当たり前なんですよ。いや、そういうふうに考えていない人の方が、私は意外ですね。情報って一回リリースされたり、法律って一回決まったり、約束事とか契約って一回決まったら、ずっとそのまま未来永劫行くっていうふうに考えてる方が、この情報の移り変わりがね、激しい世の中で、ちょっと甘く見てるんじゃないかなと思うんですよ。変化してない情報ってはっきり言って死んでるんですよ。だってもう活動してないわけですから、それ変化しないですよね。でもアクティブな情報っていうのは、世の中がたくさん動いていて、ビジネスがたくさん動いていて、お金がたくさん動いていて、人がたくさん動いている中で、人の気持ちが一番変わりやすいですわけですよね。そうすると、いろんな変化に合わせてプロジェクトもビジネスも変化していかなくちゃいけないんですよ。特に会社のプロジェクトってマーケットに合わせて変化するから生き残るんですよね。でも変化して情報が変わったらついていけないっていう人は、これはついていけないですよね。だから同じことを繰り返しちゃうんですよ。確実です、安心ですっていうやつですね。確実ってものは変わりませんってことなんですよ。安心ってものは甘く見てるってことなんですよ。安心ってどういう意味か分かりますかね。安ずるなかれって言いますよね。安心する心、安ずるってのは甘く見るってことなんですよ。だから安心した瞬間に、それはもうね、甘く見て油断してるんですよ。だから詐欺にかかる、だからできないんですよ。そうじゃないんですよ。安心じゃなくてね、リスクヘッジをすることなんですよ。不安を常に感じて、恐怖を常に感じて、危なさを常に感じて、いつもね、神経を使っていないと、それはね、簡単に騙されますよ。簡単に資金なくなりますよ。だって変化しないし、安定を求めちゃうわけですからね。安定ってのはだからね、もうね、死んでしまうんですよ。だそういうふうに考えないといけないですよね。ルールは常に変更ありきで考えないといけない。その通りです。私たちが社会に出て、例えばね、学校で教わったこと、進学の中で先生に教わったこと、お父さんお母さんに教わったこと、友達に教わったこと、いろんなところで教わったことを社会に出て全部通用しましたか？全部社会に出た時は変わってたじゃないですか。なのにね、学校で教わってないとかね、そんなこと今までの仕事で教わってないとか言って甘ったれて、変化を全然受け入れてないんですよ。違うんですよ。昨日まで教わったことが全部嘘の可能性があると思いながら判断して自分で決めて生きていかなくちゃいけないんですよね。人が決めたルールなんて、所詮人が決めたものですから、人が変えるんですよ。それに対応していくためには、もうこれはね、ついていかないと仕方がないかなと思いますよね。で、まあ結論になりますけども、情報がコロ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 変わった時に、もう信頼できないと思って去っていく人、それも一つの選択です。もっとね、自分に合った情報が変わりにくいものを探していったらいいと思います。で、情報がコロ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 変わるからこそ、お、社会の情勢に合わせて変えてくれてんだなと、そして変わったことを伝えてくれてんだなと、よし、ついていくぞっていう人ね、いると思うんですよ。どっちが生き残りますかってことなんですよ。私は変化を恐れない方が生き残っていくと思います。そうなんですよ。自分をね、どのように変化させるかっていう、自分の内側を変化させて、自分の思考を変化させていく、これによって社会の伸びしろについていくしか私はないと思うんですけどね。変わらないことを求めることっていうのは、結局変えれない自分がいるってことなんじゃないかなと思いますよね。はい、本日の放送は以上です。ハロー YouTube。